ザリガリ、どうもザリガリでーすということで、あのね、ごめんなさいね、髪の毛ボサボサで、あの起きたのが本当につい5分前、お昼の3時に起きたんだけど、最近ね、昼夜逆転してしまいまして、朝の7時に寝て、お昼の3時に起きるっていう生活になっちゃいました。直したい。はい、ということでね、起きてツイッターとかメール見てたら、なんとキンプリ8枚目のシングル「恋降る月夜に君を思うの」新しい情報が公開されました。これあれだよね、前回はマジックタッチビーティングハーツ以来のシングルだよね。ちょうどこの前発売されたのがアルバムだからそうだよね。結構なんかさ、すごい短いスパンで新曲発売されるなと思って、なんか嬉しいんだけど、キンプリちゃん体調大丈夫かなっていう感じではございます。おはようございます。はい、ということで今日はね、8枚目のシングル恋、これさ、恋降るこれ月夜で合ってるよね。いろいろなんか調べたんだけど、月夜で合ってるね、ちょっと違ったら本当に教えて、ごめんね。8枚目のシングル「恋降る月夜に君思う」のことについてまとめていこうと思います。はい、それではご紹介していこうと思います。今回の8枚目のシングルなんだけども、発売日が10月の6日となっております。だから今が8月15日なので、まあ2ヶ月後ぐらいに発売かなになってくるんだけど、合計3つの携帯ね、いつも通り3つの携帯で発売されます。まあそのシングルだったり CD の特典だったりっていう詳細はまた動画の後半でお話ししていこうと思います。今回のこのシングルの曲はみんな聞いたことあるのかな。俺は聞いてないんですよ。今回のこの曲ね、もう聞いたことある人が何千人かいるんだよね。これなんでかっていうと、この曲キンプリのツアーで歌われてるんすよ。羨ましいよ、もうフライングはいいよ、羨ましいよ、聞きたいよ。だからね、あのライブ行ってない人からすると、どんな曲なんだろう、聞いてみたいなっていうのが10月6日まで続くんだけど、ライブ行った人からすると、お前はまだ知らないのかってなっちゃうからね。まあそんな人いないと思うけど、もうすでにライブで歌われた曲となっております。でこれ簡単にまとめていくと、King&Prince 8枚目となるシングルは、平野紫耀主演映画かぐや様は告らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦ファイナル主題歌、恋降る月夜に君を思う、恋のドキドキや好きが溢れ出して止められない思いを歌う King&Prince にキュンキュンする王道の J-POP となっているだそうです。まあこれね、ほとんどの方が知ってると思うんだけど、翔くんが主演する映画の主題歌にもなってるわけなんですよ。でこれが8月の20日だから、5日後に情報がじゃない映画が公開されます。だからかぐや様は告らせたい知ってる人だったらわかると思うんだけど、あの王道な感じのキュンキュンさを味わえるような主題歌になってるみたいなので、どういうリズムなのかとかわかんないけど、よくわかんないけどさ、あの君思うのうがふやん、古文的な感じが、あのなんていうの、チェロじゃなくて三味線みたいなさ、シャララン、シャララみたいな、あのこんな感じの BGM 感じゃなさそう。どう思う？なんか勝手にこういうのをイメージしてるんだけどね。新曲はすげえ楽しみだからね、早く公開されねえかな。はい、ということで続いては CD についてお話ししていこうと思います。これさっきお話ししたんだけど、今回も合計3形態の発売となって、初回限定版 A、初回限定版 B、通常版のこの3つが発売されます。でまず初回限定版 A からご紹介していきます。初回限定版 A は CD と DVD が付いてて、お値段が1650円となっております。で収録されている曲は、 CD の方は恋降る月夜に君を思う、そして2曲目はこれまだ新曲だけど未定だそうです。だから今回ね、新曲が一気に2曲発表されるっていう感じになってます。で DVD の方には、恋降る月夜に君を思うのミュージックビデオとそのメイキングが収録されております。結局これね、メイキング一番大好きなんだよね。今までね、 PV とか MV とかたくさん出てると思うんだけど、なんかそのね、 MV 撮ってる最中のわちゃわちゃ感見るのが本当に好き。だいたい岸君いじられてんだけどね。そして初回限定版 A の外付け特典は、ステッカーシート A6 サイズになってます。ちなみにサイズ感はこんぐらいかな、綿棒と同じくらいのサイズ感でございます。これがね、ステッカーになってると。で剥がしたくないから剥がさないけど、ここにこうね、切り込みが入ってるので、ペリペリペタって貼ることができます。これが初回限定版 A の外付け特典となってます。続いて初回限定版 B は先ほどの A と同じで、 CD と DVD が入ってて、値段も同じ1650円となってます。で入ってる CD と DVD なんだけど、 CD は全く同じです。だけど DVD
これすごいよ。リセンスのライブの時の映像が収録されてます。これ最高じゃない？おそらくライブ DVD が出るかとは思うんだけど、まだ先じゃん。多分このシングルが先に出るのかな、ちょっとわかんないんだけど、そんぐらいだと思うから、いち早くキンプリちゃんのライブが見れる最高の DVD となってます。俺これ買うかな。いやーでも A も買うかな。3形態買っちゃおうかな。ということで DVD の1個目がそれで、2曲目はまだ発表されておりません。収録内容後日発表っていう感じになってるので、まあ、どうなんだろうね。そのライブの後の、こんな感じでしたよっていう感想を発表するのか、別の会場の公演が収録されているのか、まだ全然わからないんですけど、こちらはね確定したらまた動画にしていこうと思います。そして初回限定版 B の特典がクリアポスターとなっております。この特典もこんな感じでね、クリアタイプっていうの、このなんかなんていうんだ、このツルツルな素材になってて、こうクリアなのよ。クリアなポスター A4 サイズでございます。綿棒と比べるとこんな感じですね。そして最後、通常版は CD だけが入っておりまして、値段が1100円となっております。でこの通常版にはなんと合計4曲入ってんの。さっきの初回限定版 A の方は2曲ずつしか入ってなかったんだけど、4曲これすごくない？でしかも恋降る月夜に君を思う以外の残りの3曲はまだ分かってません。未定です。なのでこちらもね、決まり次第紹介していこうと思います。そしてこの通常版の方の特典はなんと、これ初じゃない？バンダナです。バンダナって何と思ったんだけど、これ何が関係するんだろうね。今までジャニーズでバンダナってあったのかな？ジャニーズグッズ、バンダナ。あ、一応ジャニーズとかストーンズなのかな？で、昔バンダナがあったみたいなんだね。へぇー。まあ、こんな感じのバンダナが公開されると思います。これのキンプリちゃんバージョンだから、かぐや様を告らせたい風に赤と白を基調としているのか、全然関係ない感じなのか、こちらもね、楽しみにしていこうと思います。俺またね、例のごとく全部当然買うので、よかったらね、その内容だったりとかグッズ気になる人はチャンネル登録してお待ちください。はい、ということで今日は8枚目のシングルの情報をまとめていきました。またね、追加情報があったらどんどん動画にしていこうと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。ところでさ、みんな見るかぐや様を送らせたい、俺どうしようかなと思ってて、あんまりなんかそこまで興味ないかなーってずっとね、7月中思ってたんだけど、なんか映画の公開がこうそろそろなってくるたびに、ついついホームページ見ちゃったりとかしちゃって、気になっちゃってるんだよね。俺あんまりね、恋愛映画好みじゃないのよ。なんか非日常的な恋愛って感じあるやん。おいおい、そんなキザなセリフ言うやついるのかよっていう冷静な思考で見ちゃうのよ。のめり込んで、うわ私もこんなことされたい、キュンキュンっていう感じにはなれないのよ。だからどうしようかなと思ってんだよね。なんかそういう非日常の映画ってあんま見なくて、まあ日常的なワンピースとかナルトとかね、ヒーローアカデミアっていうよくあるね、みんな手が伸びると思うんだけど、そういう漫画しか見てなかったから、まああえてね、翔くんを見るために新しい恋愛映画っていうジャンルに手を出そうかななんて思っております。まあね、これ見たらみんなと感想話せるしね、見るか。はい、ということで今日の動画でした。こんな感じで普段はキンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりまして、おすすめ動画いっぱいありますので、ぜひ見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。チャンネル登録が励みになりますので、ぜひオタクの皆さんチャンネル登録お願いします。ということで今日のザリガニでした。またね、バイバーイ。